そう、楽しかったね。楽しかったね。お洋服買いに行ったんだよね。お洋服買いに行ったり。そう、これおそろっちの指輪、おそろっちの指輪買ってきた。そうね、可愛いのあったんだよね。可愛いのあったよね。そう、なんかお揃いの欲しいねって話して、あの実はこれ僕が指輪って言い出したんじゃなくて、かなでちゃんが指輪とかいいんじゃないって言ったの覚えてる？いやいや、それは記憶操作。え、記憶操作？言ってない、言ってない。記憶操作だってことされてんだよな。言ってない、言ってない、言ってない。あ、僕それ聞いて、あ、かなでちゃんこれからかったら絶対指輪嫌だって言いそうだなって思って、あ、いいねって流したんだけど、僕は心の中でこの子って思ってた。ね、いや、いや、ちょ待って、いろんな選択肢があったじゃん。あとね、ネックレスでもいいし、なんかヘアピンでもいいし、指輪でもいいし、その中の1個、中で指輪って出たんだね。ダントツで指輪がいいって言ってないから、そこから青さんが指輪いいねって言っただけだからね。まあ、そうだね、髪の目とかだとちょっとさ、ほら、あの、かなでちゃんは可愛いの似合うけど、僕可愛いの似合わないしっていうのあったりとか、ネックレスはね、ちょうどね、もうかなでちゃんはね、もともと欲しいって言ってもすでに買ってたじゃん。ところ指輪になっちゃっただけっていう体にしていますが、ね、本当は指輪が良かったそうです。そういうことだね。はい、お洋服もね、可愛いの買ったもんね。うん、楽しかったね。すごい似合ってたの。